はい、PS4 版ウィニーポスト82016実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。今日はね、ブラックコーヒー、冷たいやつね、アイスブラックコーヒーをいただいております。これ言わないとね、柳さんに怒られたんでさて、ゆっくりまったり始めていきましょうね。所有場の方を見ていきましょうか。ちょろっとそういえばね、BGM 変えたんで、なんか秘書の方のね、衣装も変えたんでね、僕はだから、それよりもね、嫁さんの、マヤさんのね、服装を変えたいんですけど、変え方がわからなくてね、うん。さて、終盤ね、青い弾丸が宝塚記念ね、この後にね、今年こそはね、キングジョージ世界頂上決戦をね、制したいんですよ。なので、一投だけね、挑戦させます。キングジョージ6世ですね。キングジョージ6世クイーンエリザベスステークスね、行きましょう。そしてサイレンスズカがコロネーションステークスからのユナイテッドネーションステークスね、ちょっとアメリカ遠征ですね、うん。あ、コロネーションカップは英国ですね。このあたりね、今年はね、最優秀生産者賞を狙ってるんでね、サイレンスズカはね、どうしてもキック牧場の馬ではないんでローテーションに困りますね。ナイト・オブ・ナイツが安田記念から帝王賞ね。ローゼングルーブが安田記念から欧州遠征しますね、夏場はね。狂気が思い切ってね、思い切ってというか、サマー2000シリーズ挑戦させます。ね、心配なのはやっぱりハンデですね。筋量が重くならないかどうか不安なんですけど、能力から言ったらね、もうこの G2 リーはね、もう楽に勝てると思うんで。グラスワンダーが、まあ、安田記念の後、欧州遠征ですね。カレーパンがどうだったかな、まだ決めてないですね。キラキラ星もアメリカ遠征と。ホワイトブラックもね、ホワイトブラック、夏場はね、サマーマイルシリーズに挑戦させようかなと思ってるんですよね。どうですかね。このあたりもハンデが少し心配ですね。ライムヒパンはゴールドカップと、4000メートルのね、長距離ですけど、ちょっと能力が落ちてきてるみたいで不安がありますね。まあ、あとはね、流行ってのごとくもね、ちょっと間違ってね、安田記念の登録消してしまったんですよ。それで国内のね、サマースプリントシリーズ挑戦させようかなと思ったんですけど、よくよく考えてみればね、本人脳がいるんですよね。なのでどうしましょうかね。ちょっと迷ってるんですよ、流行ってのごとくね。海外に行くとしてもアメリカ遠征ということになりますよね。これパワーがね、そんなないんで、坂のあるコースはこなせないんでね、うん、このままスピード S なんでね、どうしましょうかね。まあ、とりあえずサマースプリントシリーズ行かせようかな。ストレートハートがね、ジャパンダートダービー狙ってます。まあ、そのあたりですね、サクッと行きましょう、うん。サクッとサクッとサクッとタララ、おっと派手やね、これ。いきなり水着、ちょっとまたね、派手なのを選んでしまいましたねこういうのは僕は求めてないんですけどね、競馬ゲームに僕はエロゲームもそんなやりませんからね、うん。一回ね、ギャルゲーやろうと思ってね、ギャルゲーやったことあるんですよ、大学時代にね。そしたらね、誰とも付き合えないでね、終わってしまったんでね、それ以降ね、もうトラウマになってね、ギャルゲーとかエロゲーはね、プレイしないようにしてるんですよエロゲーもね、一回だけ買ったことあってね、ソフマップでね、なんか安売りされてんの500円ぐらいのワゴンのやつを買ってね、なんか探偵物でね、なんか家の、なんか屋敷のね、ダクトをね、通らないといけないんですけども、ダクトが迷路みたいになっててね、もうそれでイラついてね、やめてしまいましたね。さて、アゴちゃん、一番人気ね。月毛ですよね。うん。まあ、このあたりちょっと見てみましょうよ。期待してるんで、早熟なんですよね、アゴちゃんってね。まあ、阪神競馬場なんて坂があるんでね、パワーがないとちぎれませんので、まあね、そんなスピードないかな、あまり突き放せないなというところですね。
この差ならそんな強くはないかな。マチカネスチールあたりね、あの架空馬だと思うんで。金色の馬ね、アハルテケでしたっけね。アハルテケって名前つけたらよかったな。なんかね、すごい綺麗な金色の馬なんですよね。リアルでも存在して、確かアハルテケ、アルハテケ、どっちでしたっけね。ちょっとあまり期待できないかな、アゴちゃん。名前は可愛らしいけどね。ナロ記念です。この辺りはネクストでね、クラブマにも頑張ってほしいんですけど。安田記念、ローゼングループが1番人気か。グラスワンダー4番人気。この辺り人気意外ですね。ローゼングループはただパワーがね B なんで、坂のある東京コースどうなのかというのが不安ですね。シーキングザパールが絶好調で、待機シャトルはもういないんですかね。キングヘイロー、ブラックホーク、なかなかのメンバーがね集いましたよね。ダイジェストいきましょう。さて、ダイバカーリアン先頭、ちょっと牛の馬伸びないね、これね。グラスワンダーかな、オーストからグラスワンダーが伸びてきた。ただ伸びない、内からグラスワンダー刺してくれ。ダメだ、これ来ないわ、内の馬刺して、刺せ刺せ刺せ、ダメだ。ブラックホークですか。ブラックホークもね、人気薄で安田記念勝ったんですよね。スプリント G1 を取ってからね、もうね、スプリント1本で行ってたかと思いきや、もうマイルに戻ってね、安田記念勝ったんですよね、確かね。ブラックホークですね。ヌレイエフ3区ですよね。やっぱりローゼングルーヴは坂がね、こなせないかなというところですね。坂がね、応えましたと。ナイト・オブ・ナイトもそろそろ能力がね、落ちてくる頃ですかね。さて、青い段がね、高崎に行かせますんでね。スペシャルウィーク、アドマイア・ベガ、アドマイア・ベガは出ないか。スペシャルウィークとね、セウスカイね、これ強敵ですけど、春天ではね、勝ってるんで期待です。はい。この辺りね、あのキラキラ星辺りもね、あのまだ能力衰えてませんよね。あ、サイレンスズカがね、1億1000万円のボーナスを獲得したと。ただね、キック牧場の馬ではないんで、おそらく賞金にはね、加算されないと。サクヒラをね、あの海外遠征させたいんで、高津記念は出ません。そして2400m のね G1 出しましょう。欧米のね、欧米カーってやつね、もう死語ですけどね、昔のギャグとか僕よく使ってますけどね、やるなら今でしょうとか。ちょっとね、ね、ヨークシャーオークスね、4000万円。まあそこそこかなと。4000万円っていうのはやっぱり G1 で4000万円っていうのは安いよね。日本の賞金考えたらね。まあ、ベルメイ賞もね、2800万円安いな。こっちの方がいいかな。アイルランドセントレジャー。これも安いね。それだったらベルメイ賞いっか。この2000ですかね、夏場はね、牝馬の G1 はね。ありませんよね。一応2000ね、登録しておきましょう。さて、早くね、進行させないといけないんで。2月ですからね、もうウィッポ8-2017までね、1ヶ月を切ったと。さて、キラキラ星、ここら辺りね、賞金稼いでほしいんだけど、
一番人気がジョンズコール、一番人気ヤグリね。ヤグリならそんなね厳しい相手ではないんで勝ってほしいなと。んちょっといないよ最高。なんでなんでだろうな、これちょっと下せませんね。納得いかない、これは納得いきませんよ。ちょっとジョッキー誰ですかね、大川ジョッキーでしたっけ。やる気がない、もうノリポツンみたいな感じでしたからね。えマジで故障ですか。故障なんてね、僕初めてですよ、これウィポ8で。歩様がおかしくなったので精密検査を受けることになりました。マジですか、ちょっと期待してただけにね、まだね能力衰えてなかっただけにこれは残念ですね。サイレンスズカはね 2400m こなせるかどうか、エプソムの 2400m だからね高低差があるんでね、果たしてこのね急坂をこなすことができるかどうか。刺してきた刺してきた、刺せ刺せ、 2400m でね最後まで伸びるかどうか。強いね、この強さならキングジョージ勝てるんじゃないかな。最後まで足取りは衰えないと。強いね、 2400m でもこれだけ強いってことはね、ちょっとレベルが落ちるレースかもしれませんけど、まあ、ただね 2400m はね青い弾丸に勝ってもらいたいんで、うん、コロネーションステークスカップでしたっけ、15個目の G1 タイトル、 2400m もねこなすようになりましたね。エプソムカップあたりもね、爽やかさやかあたりもね能力が落ちてきてるんで厳しいと思うんですよね。ネクストで、あ勝ちましたね、やりました。出来すぎくん3区でね一番星なんで、もうちょっとやれるのかな、まあ、このあたりもネクストでね、一輪の花の2着が最高と。うん、クッケーンですか。もう引退させた方がいいのかな。この馬は競馬界の宝です。うん。さて、テオショーもね、期待ですね。テオショー取ってますよね。取ってますよね。ナイトオブナイツ。ちょっと状態がね、いまいち。スープカレーの方が期待できるんじゃないかなと。デキスギオーもね、デビューですね。中距離、ダートオーバーなんで、この馬。ちょっと芝は走らないと思うけど、まあ、出しましょうかね。さて、イベントと、ダンシングデライト98、ちょっとねお顔が怖いですけど走りますかね。牝馬ですね、ウォーニングサンクと。うん、これ走りそうやね。まあ一応つけときましょう。さて、帝王賞一番人気ナイトムナイツ、安田記念惨敗からの帝王賞ですからね、ちょっとローテが厳しいですよね。ブライアンズロマン、アマゾンオペラ、ノーブレイデン、ローバリーハート、強いところがねこれ出てないんでチャンスあるんじゃないかなと。2頭ともチャンスあると思います。オモババね、さて2頭ともねこれチャンスありますよ。ゴールドヘッド刺せるでしょ、これ刺せ刺せ刺せ、スープカレーかなあれ、刺せる刺せる、よしよし、スープカレー2着に来ないか、よしよくやった。帝王賞もね賞金高いですよね、1億円ぐらいあるのかな、嬉しいですねこれね、地味に嬉しい。スープカレー、カレー一族もねまあ、G1 勝ってましたっけね、カレー一族、カレー一族がねこれだけ反映するとはね思ってなかったんですよまあ、スープカレーって言ったらね C ジョッキーがね大好きなことで有名で、
確かね、ギャロップの方で北海道に行く理由がね、スープカレーを食べるためだって言ってましたよね。毎日北海道に行くときはスープカレーを食べてるんだよって言ってませんでしたっけ、 C ジョッキー。だから僕はね、ギャロップのね、 C ジョッキーのスープカレーの記事でね、僕スープカレーの存在を知ったというね。スープカレーといえば C ジョッキーですね、うん、C ジョッキーのけたいな、あの間にはな。それできすぎよ、これ厳しいよね、ネクストできます、シバマじゃないんでね。ナタのごとき、ナタのごとし3番人気ゴールドティアラが出てるよ。ゴールドティアラも結構強い馬だったからね、これちょっとチャンスあると思うんで見ましょうか。追い込みになってるね。この馬もね、パワー B なんで、やっぱ東京コースのね、坂がこなせないですかね。追い込みなんでね、はまればね、突き抜けると思うんで、来てますよね、これね。かなりね、いい足で来てるんで、さあさあ、さあ、ちょっと後ろから来てるけど、頑張れ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 、ダメだ。うん、やっぱりゴールドティアラか。この次にね、あのジャパンダートダービー行かせますんで、うん。3着か、ちょっとね、なかなか勝ちきれませんね。ここはやっぱりね、2頭とも期待できると思うんでね。うん、ライバルはシンコフォレストね。シンコフォレストも、G1 勝ちましたっけね、シンコフォレストってね。Cジョッキーのね。強敵ですよ。うん、さて、やっぱり強いね、進行フォレスト。さあぜ、さあぜ、ちょっと厳しい、これは苦しい。刺してくれ、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 ダメだ、足りない。2着に来たのが、どっちですかね、両方ともね、繰り毛なんで。どっちが2着来たのかな。2着、3着でしたね。本人の方が2着だったんですね。やっぱり、ハヤテのごとくね、距離加減が 1400m なんで、ちょっとね、スプリントは短いんですよね。これやっぱ厳しいね、相手がね。サマースプリントシリーズでね、 G1 級の馬が出てきたら苦しいよね、うん、さて、ローゼングループがね、英国遠征なんですよね。この英国遠征もね、ちょっとパワーがないんで厳しいかなというところですね。ホワイトブラックはね、欧州マイル3冠、欧州3歳マイル3冠狙ったんですけどね、ちょっと結果がね、出てないんで期待したいですね。ライムギパンも期待と、ルーリーもね、これね、頑張ってほしいところですね。青い弾丸の高塚記念と、大川ジョッキーになってるけど、まあ仕方ありませんね、うん。温泉工事が完成したと。またね、建設しておきましょうね。ね、11施設を拡張しましょう。違う違う、拡張ね。お金はね、潤沢にあるんで、ね、いくらでも払えます。ああ、スープカレーは若王ライデン3区なんですね。渋いところつきましたね。ね、組んでますよね。ね、うん、ネクスト行きましょうか。青い弾丸に期待ね。あ、種付けやってなかったね。やってもらいましょう。はい。ローゼングループ3番人気と。ここら辺りもレベル高いんですかね。さすがにイギリスのコースはね、厳しいと思うんですよね。フェアリーキングプローンね。トンバ。インティカムね。インティカムも強そうだな。シーバー。
ケープベルディね、ケープベルディあたりはねもう下してるんですけどね、ここらあたりねしっかり活用だったら嬉しいんだけどね。まあ、海外遠征はねすでに実績があるんで、来てますよ来てますよ来てます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 勝てる勝てる、さぜよし行け、そのまま行け、そのまま行け、結構差がないのかなこれな、頑張れローゼングループ、よし、やっぱり海外遠征だったらこのまま強いね、うん、イギリスのコースでもね走りますねこれもね、あスコット競馬場だから坂もねあるんじゃないかと思うんですけど、完勝でしたね、うん、このままやっぱり強いわ、やっぱ強いわ、うん、マドワジョッキーもね、うん、さてホワイトブラックもね、あの G1 勝ってほしいですね、まだ3歳になってから G1 勝ってませんよね、ただファンタスティックライトが出てきたよ、このままマイラーじゃないよね、リーダーチョイスアルジャブルセンダワールダンシリ、まあ、結構ね聞いたことあるような名前の馬も多いですけど、ドバイミレニアムはね出てきてないんで、おいおいおい、これでもすごい勢いできたね、前が開けばねさせるんじゃないかなと、さて行け、ホワイトブラック、ホワイトの中にもブラックがあり、ブラックの中にもホワイトがある、あ刺してきたよ、頑張れ粘ってくれ粘ってくれ、よし勝った、久々のね G1 勝利ですね、3歳になってから初めてだと思います、やっぱり強いよねこれもね、ただ帰ってきてねサマーマイルシリーズどうかな、ハンデとかどうなるんですかね、ちょっと不安ですね、まあ、十分ねあのね世界でもやれる馬ですねこれはね、白帯生産区ってね、ライムギパンもねちょっと能力落ちてきてしまったんですよね、去年だから出せばよかったよねゴールドカップとかね、一番人気がウィッシュウィングスしませんね、まあ、逃げになってますけどちょっと厳しいかな、うん、ちょっと後方やねこれは厳しい、うん、能力がね落ちてしまいましたね、うん、残念、自慢一つ取らせたかったんだけどね、これ4000メートルでしたっけ、4000メートルの競馬っていうのはね日本にはないんでね、すごいスタミナ要するんでしょうね、だからステイヤーズステークスの直線もなんか普段の競馬と違うような感じしますよね、だから競馬なんてねあのスピードが上がればねあの迫力がある競馬になるとは限らないんですよね、案外ねあのスタミナを出し切ってねバテバテの直線の方がねあの三波のタイムは遅くなりますけどね迫力あるんですよね、不思議ですよねちょっとね、案外だから32秒台出てましたけどね東京の競馬場で、ああいうレースはねあの目がねスピードについていかなくて迫力とかあまり感じないんですよ思いません、僕だけかなそれ、僕は思うんですけどね、いつも上がりがかかったレースの方がなんか迫力あるなと感じるんですけどね、ルーリーね、これもしっかり見ておきましょう、では昔例えたことがあるんですけど、上がりの速い競馬がソニック・ザ・ヘッジホッグでね、上がりの遅い競馬がスーパーマリオだと例えたことがあるんですけどお強いねこれはね、ルーリー小島瑠璃子さん、あまりよく知らないんですけどね、うん、まあそこそこかな、そんなぶっちぎるほどではありませんよね、まあでもねあのしっかり勝ち切ってくれましたね、富士奇跡とストロベリータイムという両決ですからね、戸田ジョッキーでいきましょう、うん、これはだからスピード B 以上ありそうですね、さて青い団が一番人気、強敵はスペシャルウィークね、
セイウンスカイも出てくるはずなんで、メジロブライトあたりには負けないでしょうね、おそらくね。ステイゴールドも出てきたとね、この2頭でしょ、相手はファレノプシスあたりに負けないと思うな。さて、オカジョッキーが寄せるかどうか。うん、ちょっとセイウンスカイの方が手応えいいよこれ。ちょっとこれはやられたね。やっぱりこのまま厳しいな。2着はキープしましたけど、セイウンスカイが見事な競馬でしたね。この調子だとやっぱりあれかな、キングジョージではね期待できないかなという感じがしますね。勝ってほしかったな。あ、ちょっと林ライスが不受胎か、仕方ありませんね。このレースもね、かなり、このレースじゃない、この週もね、かなり濃厚なレースがありますね。この週までやりましょうかね。現在26分か。できますよね。ローゼングループあたりは帰国したんですか。放牧か。放牧ですね。うん。ナイト・オブ・ナイツあたりは、ちょっとねこれ放牧出さないとまずいですね。さて行きますかね、最後の1週間ネクスト。サイレン鈴鹿はもう楽勝でしょう。まだ能力を衰える、ね、気配はありませんね。最近刺す形になってるよね、恋刺しというか。このままキングジョージ連れていったら勝つような感じするなねえ、ほんと強いねサイレンスズカサイレンスズカがね、東京競馬場で散ることがなければね、こういう競馬を見せてくれていたのかもしれませんけど、さすがにね、あのちょっとね強くなりすぎじゃないかなという感じはするんですけど。さてジャパンダート旅、これね意外と期待してるんで、ボナンザローマン一番人気は強敵いるんですかね。オリオンザサンクス、この辺りだったらねチャンスありますよね。ナタのことし追い込みだ、まあいっか。ちょっとこれ大逃げがあったのかな。前が止まらないような感じがするな、これ。ちょっと厳しい。すごい足で来たけどね。すごい足、させ。よし。粘ってくれ。よし、勝った。ストレートハート。まあ、このままもね、力ありますよね。スピード A でしたっけ ?S でしたっけ、うん。このまま遅めなんでね、これからね、期待しましょうね。ヒンバーですけどね。あ、これスピード S だ。ガツンとくる。久々に見ましたね。これはだからね、期待できますね、これからね。ストレートハート。ゴーストレイみたいなね。ゴーストレートって今度つけようね。ストレートハートの子供にゴーストレートつけないとダメだね。できすぎドーター。この辺りはネクトでね。ラジオ日経賞あたりね、あのシンビジウムはねスピードを判明してスピード B でしたね。まあ、第一をかければスピード A なんで、ロサード一番人気、まあ、チャンスはねあると思います。これハンデ戦なんでね、何が突っ込んでくるか分かりませんよ。おっとクエスチョンか、これクエスチョン。第一をかけるか先頭か、ちょっとでもあれロサードか、刺されましたね。
ロサートそんな強いイメージはありませんけどね。地方重賞で活躍したイメージしかないんですけど。車内の馬にはね負けたくないね。ちょっとシンビジウムはねちょっとジョッキーかな武豊ジョッキーに主戦変えたんですけど乗ってくれませんよね。ハヤテのごとく4番人気、まあ、この辺りも距離がね厳しいんで、ハヤテのごとくは変えた方がいいかな。ちょっとローテをね、シンボリスウォード、マサラッキも出てきましたね。 G1 番アグネスワールド、これ強敵だ。こんな強い馬が出てくるんだ、サマースプリントシリーズってね。さて内から来てるけどアグネスワールドちょっと伸びますね。頑張れ。させダメだ、ちょっと坂なんでね中京競馬場は伸び負けますね。ディバインライト、ディバインライトもねあのサンデーサンクでね確かね、当時はだからサンデーサイレンスサンクはスプリント戦ダメだと言われてたんですよね。それで高松の宮記念でしたっけ、2着来ましたよね。まあスマイルフラワーあたりもネクストでね。さてというわけでね今回これで終了しましょうかね。最後にちょっとチラ見しておきましょうね。おそらく逆転されてるんじゃないかなと思います。夏はやっぱり物量作戦が物を言うんでね、車台じゃない早北ファームがねかなり賞金稼いでるんじゃないかなと思います。狂気あたりも期待ですね。58キロならいいね。放牧出した方がいいねこれはね。さて人情報、牧場26円6億円、僅差で勝ってますね。まだ勝ってるんだ。これならね秋までにねこの差をキープして秋の G1 シーズン入ったらチャンスは大いにありますよね。それでは今回これで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。